change your evening. Radio program change. Feel the moment, feel the moment. Chicago の国はまだ早い。一秒先が見えない世界。でもなぜか迷いはない。厳しく返せない。踏み込んだなら、もう俺にはそれしかない。愛もさ、最後のに蓋をして愛もさ、一気自由 No, 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 feel the moment, alright さらけ出せ、どこからさ yeah, yeah. 何が何でも掴みたい yeah, yeah. 何言われても I don't care yeah, yeah. 選んだ道勝つまでやる I will be 掲げる flag feel the moment, feel the moment 下を向く Feel the moment, feel the moment やりたいことをやらない好き負けるやらない負けるない Play the game, my keep running Feel the moment, feel the moment 舌が打ってけないせいこの時間お送りしている曲はフリーク Feel the moment です、はい、ということでこの時間はこの方々と電話がつながっておりますもし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 自己紹介お願いします改めましてフリークリーダーサトルとゆうきと元気と大地ですよろしくお願いしますいやもうコロナの影響でね、うん、もう残念ながらちょっと電話でのインタビューということなんですけれどもそうなんですよ、ね、皆さんたちもライブとかができないからちょっと残念でしょう落ち込んでませんか、ね、3ヶ月以上ライブしてないのであら3ヶ月だいぶ空いてます、ね、そうですね、はい、えどこでこうなんですかねフラストレーション歌のフラストレーションはどこで発散させてるんですかまあ、みんなそれぞれ家で楽曲制作したりとか、はい、あと筋トレしてるメンバーもいますし、はい、なんかもうそんぐらいしか発散ねできることがないのでそうですよね、はい、早く収束ね、うん、に向かってライブね、うん、やりたいですよね、うん、やりたいですね、はい、ねもうだってスタジオにも本当は来ていただきたかったですもんね本当はいや行きたかったですね本当ですよ、うん、今ほら電話の向こうでね4人のフリークの皆さんと喋ってるんで、まあ、本当に4人いるかどうかも分かんないですもんね、はい、いや今使ってますそんな声色変えた17人いますすごいなザイルみたいなはい、だからちょっと密になってしまうのであそっかサッカーコートぐらいの広さのところすごい大丈夫さんやっぱ専用電話して何でも言えるな覚えちゃったなんかいろいろ覚えちゃったいや今日ですねあの番組のメッセージテーマがあの、はい、部活動メモリーズっていうのでやってるんですよはい、はい、あのまあ学生時代いろんな部活動に関しての思い出っていうのを皆さんから寄せてもらってるんですけども、はい、フリークのメンバーの皆さんはなんか部活とかやってらっしゃいましたサトル以外みんな野球部でした、はい、高校まで野球やってた、はい、おそうなんですかへえ、はい、同じ学校の同じ野球部いやいやもう全員もバラバラであそうなんですね、はい、ですえ、はい元気さんと結城さんは例えばバッテリー組んでたとかそういうことはないですかじゃあ、 あの小学校の時バッテリー組んでたんですけどおあの仲悪すぎてうまくいかなかったんですよ試合中に喧嘩しまくってあの監督に怒られてすごい、はい、意思の疎通ができすぎるってやつですよねなのであのストライク入れろとかめっちゃ大声で喧嘩してたら怒られたんで、はい、高校は別々の高校行かせてもらいましたのびのびと野球をするためにそうかそうですそうですそこは別々の方が良かったですねねいやでもほらね、うん、今新しい曲っていうことで、はい、FM 佐賀の方でも、まあ、あのウィークリーカッツとウィークリープッシュともダブルでプッシュさせてもらってるんですけどもあの、はい、記憶スティルインラブはい、はいはい、これがあの10日から配信リリースになってるんですけどもこれはこの記憶っていう名曲をなんでこう新しくまたこうセルフそう、うんね、プロデュースしようと思ったんですかセルフカバーっていうか、はい、この楽曲はですね、うん以前 Bring It On という
アルバムを出した時に、はい、セカンドフルアルバムなんですけど、うんうん、そのアルバムのアルバムに入っているアルバム曲だったんですね、はい、それをあのライブとかですごく歌っていると、あの、まあ、ファンの皆さんとかにすごく好評な楽曲でして、で、あのこの楽曲を聴いた映像クリエイターの友達がいまして、はい、その映像クリエイターの友達がこの楽曲で、ショートムービー、まあ、ショートムービーのミュージックビデオを撮りたいっていう話をもらって、ぜひそれを実現させたいなと思ってたんですけど、どうせだったらこの曲をまたあのリアレンジ、リレコーディング、今の現在のフリークの歌声で、うん、あのシングルカットしてリリースして、それをあのショートムービー出さないかっていう形になりまして、改めてシングルカットをしました、うん、なるほど、そういうことですね。アルバムあれでした、6曲目、7曲目ぐらいでしたもんね。あ、そうですね、中盤にね、はい、記憶入ってましたけど、その時はこう、はい、どちらかというとアルバムの原曲の方は R&B 色が結構ね、はい、あの強かったですけど、はい、今回のまたこのリアレンジして、はい、より濃く、より濃く R&B 、はい、ちょっとこうどちらかというとソウル的な感じにも聞こえますし ね、もうコーラス始まりで、うんうん、本当にもうザ・コーラスグループのような、あのもう、あ、もうコーラスグループだなって、あの聞いた瞬間に分かっていただけるようなアレンジになったんじゃないかなと思います、うんうん、そう、この4人のハーモニーがね、うん、イントロからこう気持ちがいいですし、まあ、切なさがより一段と増すっていうんですかね、そうですね、世界観っていうんですかね、やっぱこのコーラスワークでライブとかでこうバシッて決まった時っていうのは気持ちいいですよね。めちゃめちゃ気持ちいいですね、やっぱそうですよね。これだってだから ライブでするってなっても、うん、はい、ね、この新しいスティービー・ラブの方だとまたちょっとライブの感じも違ってきますよね、本当、はい、あ、もう全然違います ね、あの頭コーラスはそうなんですけど、はい、よく聞いていただくと、あのサビのメロディーのハモリとかも結構音が変わってたりとか、うん、結構細かいとこをこだわったので、なんかその変化に気づいてもらえると嬉しいですね。そうですよね、ちょっとバックコーラスの感じもまたちょっと違ったりとかね、はい、してますもんね、はい、細かく聞くと、はい、これでもまあ、あの お友達っていうか友人の方が、はい、またショートムービーを手掛けていただけるっていうことで、これ、どなたになるんですかね。横山文という、あの僕たちのもアーティスト写真を撮ったりとか、あとライブ DVD、そして今までのミュージックビデオも結構撮っていたりして、うん、あの同い年なんですよ、僕たちを。で、写真の個展とかもやってるし、はい、結構、はい、なんか東京とか福岡を中心に横山文さん、やってらっしゃいますよね、写真家でもありますし、はいはい、映像作家でも。ある横山文さんが、でもこのショートムービーのそのちょっとこういわゆるこう映像が、はい、いわゆるストーリーをこう展開していくってことにもなりますよね。そうですね、ね、もうこれがあのまだ公開になっていなくて、はい、6月の14日日曜日18時にあの YouTube に公開されるんですけど、見やすいよね、今、はい、あの3日連続でその、まあ、予告といいますか、ティザームービーを、はい、あの今公開しているので、今日もあの18時もうこの後ですね、あの、まあ、予告が公開になりまして、なのであのフリークの SNS などをチェックしていただければちょっとあの垣間見えるというか。あ、でも早くそのティザームービー見れば見るほど、うん、全体が見たくなる感じですね、はいはい、なのでその日曜日まではもうあのこの楽曲が配信になっているので、はい、まずはちょっとあの各種配信サイトで、うん、まあ、聞いていただいてという形ですね。なるほどですね。いやでもその横山文さんがですよ、この記憶っていう曲でそのショートムービーミュージックビデオを作りたいって言ってこられたわけですよね。はい、そうですね。これはやっぱりその横山文さんがこの記憶っていう曲になんかこうすごいこうインスピレーションを感じられたってことでしょ。そうです、そうですね、はい、なんか気に入ってくれてね、毎回やってくれてた、うん、本人が言ってたのはあのライブ映像 DVD だったりとかを、はい、うん、あの撮ってくれてるので、うん、結構ライブを見てる、本当にライブを見てその記憶を歌ってる時にこれをすごく映像にしたいっていう絵が浮かんだみたいなことを言ってましたね。あー、へー、
だってまた全然今までの、ね、ミュージックビデオとはまたちょっと全然違う感じですもんね。ああ、そうですね、はい。撮影とかどうでした？こう苦労したこととか今までと。あの撮影はフリックメンバー全員は立ち会いじゃないんですけど、はい、本当に台本を一応脚本で作ってたんですけど、はい、本当に台本から外れるというか、もっとこういう風にしてほしいっていう熱が監督から福友畑、まあ、俳優さんたちに伝わって、はい、結構アドリブで演技をしたりだとかっていうのがあって、なんか元々の脚本からはもうどんどん膨らんで、すごくいい作品に、なんか人間味あふれるというか、なんか作られたものじゃないような、本当にドキュメンタリーのような映像になったんじゃないかなと思います。すごい、ちょっとリアリティがある、まあ、歌詞の世界観もね、かなり切ないので、はい、ね、でも切ないからってことは後ろ向いてるわけじゃないですもんね。そうですね、まあ、本当に一緒に行った思い出の場所とかに行って、うん、思い出してしまう切ない儚い気持ちっていうのを本当にイメージできる映像もできたし、なんかより世界観、本当に映像を見ることで伝わると思うんで、楽しみですね。そうですよね、はい、いや、このフリークのメンバーの4人からですよ、うん、なんでこんないい曲ができるんだろうっていうぐらいのねおい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 、ありがとうちゃんと電話でも突っ込んでくれたでもこれはメンバーの元気 の、うん、実体験を元にした、はい、ストーリーでもあるんですよ。なるほどね。だから、はい、だからすごい分かりみな感じですよ。もう分かりみです。なんで一番ギャルみたいな。ですね、この記憶ストリーラブについてもともみさんからメッセージが来てて、はいはい、もう曲入りからぐっと心をつかまれます。4人の声の重なりが心に響く素敵な歌を本当にたくさんの人に聴いていただきたい、そう思ってますということで、ありがとうございます。応援メッセージもいただいてますし、こちらコロリンさんはフリークのアンセムにもリクエストもいただいております。おすごい、すごいかっこいいですっていういただいてますね。あとね、他に言うとこちらですね、荻野花さんっていう方からファックスも届いてて、はい、フリークさんたちにいつかふるさとに残してきた彼女を励ます歌とかぜひ歌ってほしいですっていう、ちょっとリクエストもしてるんですけど、もうこれでじゃあ4曲できますよね。4曲今だから遠距離恋愛、遠距離ですかね。そうですね、遠距離恋愛、まあ、曲ありますけどね。でもまたちょっと男が夢を追って東京とか、なんかどっか遠いとこに行って、うん、その地元にいる彼女っていう設定が多分そういうことなのかな、待っててくれみたいな、うん、なんかちょっと前向きに考えてくれてる感じがいいよね、そういう、いいですよね、うん、ちょっとね、なんかこういうそういう、ま、リスナーさんっていうかですね、うん、ファンの皆さんからのまたそういうリクエストとかも本当なんかこれからまた答えてくれそうな気もしますしねこういう曲作ってほしいとか、いや本当なんかいつかそういうなんか企画アルバムとか作ったら面白いかもしれないですね、うんうん、あ、そうですね、はい、うん、ですよね、はい、またじゃあ今後は、この10日に今配信リリースになっている記憶スティリンラブ、そして14日にショートムービーのミュージックビデオが YouTube の方で、ね、はいはい、公開になるということで、うん、これはぜひ皆さん楽しみに待っていただきたいですね。はい、ま、どうですか今後また収束すればライブとかでも佐賀に来てくれますかね。あ、もちろん行きますよ、うん、ね、その時にはね、ぜひスタジオの方にも来ていただいて、うん、そうですね、はいはい、どれぐらい筋肉が仕上がってるかをちょっと見せていただきたい任せてくださいラジオ で、そうで見えないのラジオでも見せるだけ、ね、また今後の、ね、活躍も、オフィシャルサイト、それからツイッターなどよかったら皆さんチェックしていただきたいと思います。じゃあ、はい、最後に佐賀を聴きの皆さんに、佐賀の皆さんにメッセージいただいてもよろしいでしょうか。はい、佐賀はですね、リーダーサトルの、ふるさとでもありますので、本当に毎回行くたびに里帰りという気持ちもありつつも、本当にライブ楽しみに待ってくださってる方々がたくさんいる土地でもありますので、佐賀の皆さんもっともっとフリークのことを、知っていただいて、聞いていただいて、
またライブができるようになったらライブにも足を運んでいただければと思っております。まずは、この楽曲フリークの、記憶スティルインラブをまず聴いて、いいなと思っていただいた方はあの SNS 等々チェックしていただければと思いますので、これからも応援よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。じゃあ最後にその曲に思いを込めながら曲紹介をお願いいたします。はい、それでは6月10日にリリースになりましたこの曲聴いてください。フリークで記憶スティルインラブ。フリークの皆さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。柔らかい光ベンチに腰掛け笑う君を見ていた。その笑顔ずっと守って行きたいと重ねられた。小さな手握り返し肩を寄せた。君が大好きだった。この場所に来ればあの日のように会えるような気がして、儚く信じるから、ひらとこもれ日を見上げて強く繋いだ手のぬくもり忘れられないよ。二人で見たこの景色がただに耐えきれずこぼれていった君への想い抱きしめて、些細なことで激しく泣き出して、割れたガラスのよう元通りにはできず、落ちたかけらを拾うことだけしかできない、理由さえわからなくて目をそらした。不器用な君なりに俺だけも見つめて、溢れる愛を必死に叫んでいた。 Oh yeah、 あの時すぐに君のこと優しく抱きしめてたら、今もここで二人笑えたのに、儚く散ってゆく花びらと木漏れ日を見上げて、強く繋いだ手のぬくもり忘れられないよ。二人で見たこの景色がただにしてますということでね、メッセージいただいておりました。はい、塩塩みろみろさん、うん、ね、熱い愛情たっぷりのメッセージありがとうございます。10日に配信シングルリリースになっています。皆さんフリークのこの新曲改めて聴き直してください。フリーク記憶 Still in Love でした。